海の底のピアノは、井上俊樹による日本の小説。2014年2月7日に、朝日新聞出版から発売された。井上俊樹による初のオリジナル小説。8ヶ月間で執筆された。脚本家は物を書き続けなきゃいかん。と、特に出版のあてもなく、書いたところ、作家の川上博美に原稿が見つかり、これ出さなきゃダメよ。 と叱られて出版することになった。元は3倍以上の長さがあったが、井上曰く短くして良くなったという。テーマは救済。この世に生きていけないタイプの人間の救済の話であり、物語の構造的、骨格的には仮面ライダーと言ってもいいと井上は語っている。本作を執筆するにあたって井上はいろいろな曲を聴き、 調律の専門書やラフマニノフの自伝を読み、ピアノの製造過程を勉強し、音楽大学の入学手続きの資料を取り寄せ、ピアニストにも読んでもらった。また、文章に、の、だの文体が使われていない。これはストーリーがドラマチックであるため、文章もドラマチックにならないようにしたためである。幼い頃に誘拐され性的虐待を受けて育った、水雪は母親から、 ピアノの英才教育を受けて育った和則と出会う。次第に惹かれ合っていく二人だったが、作中に登場した曲目の一段単行本の帯に、川上博美は絶望的に美しいという推薦文を寄せ、東映プロデューサーの白倉慎一郎は、私たちは体内から生まれ、いつしかその腹へと戻る。そこは空洞か、それともきらめく、海の底なのかという推薦文を寄せた。 評論家のうのつねひろは、井上俊樹の退屈だけが文学として機能するという、推薦文を寄せ、555で描いて、そして10年間放置していたものに、ようやく再びアプローチした作品だと思う。要するに、た井上匠のように夢もなく、ただ滅ぶだけの存在からこの世界が、どう見えるのかということ。そして言ってみれば、あれから十年経って、オルフェノクのようにしか生きられない人々と、 本質的には、決して何も起こらない世界の組み合わせから何が出てくるのかを最後まで追求した作品だと思う。今の井上俊樹という作家にとって、いかに、アギトと555が特別な位置にある作品かを、痛感させられる。と評している。脚本家の島田光は、人は醜悪で歪で孤独な生き物だけど、それでも生きていることは優しくて温かい、という気持ちになった。 と評している。俳人の小沢みは作品世界の大きさと異様さとに圧倒された。作品内に拉致されたような体験は久しぶり。と評している。俳優の村上公平は数日前には読み終えたのですが、読後の虚無感、喪失感、脱力感にとらわれて、ぼっとしちゃって何のやる気も起きなかった。 海の底のピアノが放つ切なすぎる余韻に絶望的に美しい残響に浸っていた。壮絶な破滅の物語だった。しかし儚い美しさが心に染みる。とにかく、井上俊樹を惚れ直した。大好きでよかった。尊敬していてよかった。そんな気分になった本です。と、ブログで綴った。ありがとうございます。